形で、まあ、照らしてるかわからないから、稽古してやってればわかるから、それを見て。そうしないと、これからほら、ウェルセンと稽古する機会が多いから、それで下の人にもかかってくるし、そういう時にほら、前さばきっていうのね。今ちょっと構えを見てると、ちょっと上がってんですよね。こういう。こう、もうちょっと下げて、右手で構えをつけるんですよ。あのね、構えがね、普通はね、僕らがやると左手を離して右手で構えを作ってるんですよ。でパッと左手を持ってる。だけど普通の一般の人たちはみんな構えると左手をここに持ってこなきゃいけないと思ってこない。こうしていて、これを真ん中にこう持ってくる。これは右手がさおへその真ん中に来るんですよ。これがね、まあ上がってるんですよ。今ね、これがね、もうちょっとね、スッと下がれば、あ、右手のこの肘の位置が、でこれがまだこれ伸びてるでしょ。かぶさらないで、こうやって、そう、こう持って、こうやってこんなここで押さえる。これで左手を押せば、右手も一緒にダンと押せる。ちょっと打突が強くなる。今までは多分こうやってくると突き出したりいろんなことして打ってる。こうやってくるとこう右手をこうやって打ってるから、こうやって突き出して、こうやって突き出していってる。そうになっちゃう。そうじゃなくて弾く打ち方をする。そうすると右手は使えないんですよ。その弾く打ち方で竹刀を動かす。パーンと打ってくる。構えたところが打ってくる。動かし、パーンと打ってくる。と、パーンとそこで打って、パッと、まあ、全然違うでしょ。そう。ちょっとこうやって、こうやって打って、相手の頭のところへ。全然自分では意識しなくても、それをこうやって左手を竹刀を振ればいいんですよ。これがテコの利用だから。パン、そうすると相手にパンと避けられた時に、パンっていった時にメーンとこうならない、弾かれるからね。ちょっとやってみて、打ってみて。そう、ほら、竹刀がパンと立つでしょ。そうならないといけない。はい、ほら、そういったらそれ次返せばいい。そう。ほんで、今までじゃメーンって言っちゃうと、バタってこうなって。そういうなんです。無理に知ることはないけど、右手がへその真ん中に来る。左手はへその半分だけここに来る。そうするとそれが正中拳です。それが相手の今度はここに来る。心臓のところ。でこう心臓のところにしてもろ手でつくと、この足の幅がここからこっからの幅なんです。足の幅がこっからこう。それでもろ手で目をつぶっててもついたらもろ手が入るんです。だけど左手がこっちに来ちゃうとこっちへ外れちゃうんです。もろ手が全部外れます。それは正中拳とは言わないんです、だからたまたま分からないでやってたけど、これだけは やらないとこうなんじゃないって必ず言われるんで、正中拳がどうなんですかってやった時に、右手がちょっとこういうほらここにこうあるから、これが平行にしないようにこうやって下ろしてくると、こうやってクロスにならない。そういうことだけど、そうするとね、面白いんですよ。相手が入ってきたときに、こうやって構えるよ。ちょっと入ってきた。まっすぐ入って。
いろんなその、それが前さばきなんですけどね。スッと入ってこのままスッと下げればいいですよ、うん、そう外れて、もうそうやって入ってくると外れちゃってる、うん、そう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 、それで打つんです、そういうタイミングさあ楽しみだな、もう気持ちも心もあれだから全部晴れちゃってる、もうどんなに怒られたって気にしてはい、どうぞ、はい、そう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 、そ
バンからずっと見てきて、ね、あれがさ、上で剣道してる。だから、どんどん右手が動いてる。足がつくところをちゃんとつくっとかないと真ん中左それによって足を力入れてば、ね、打つところで手ではできないだからつばに当たったりこれ片足当たったり変なこと帰れば結構いいんだろうか。触れないでしょ。しないを動かす。しないを動かす。しないを先をこれ動かすことをやる。そう、こう入ったり、こう入ったり、こう入ったり。あれ、あっ避けられるってことはさ、右が動いてるから避けられる。あれもコテコテが来るじゃん。パカッと吹いてない。
動いてから小手が受けないんだ。左手でしないの先を外してないと。だから今みたいにもさ、パカッとかさ、まあずっと この形の剣で。やっぱり前さばきができないと苦しい。なんなんだよ、ほら。
部ね、あのね、ここになきゃ打たない。ちょっとこうやって、しない、ポッと押さえてみる。ここで打たない。これはさ、それでさ、投げてるわけじゃねえけど。ポッと、パッと引いて。なんかできる。ポッと、パーンとこう行けばいい。ところが、もう自分でさ、こっちの手でなんかするもんだからさ、こうなっちゃってさ、全然、前さばきができなくなる。だから、こう、こういうのがスッと入ってくるさ、スッとパッとこう行けばいいんだよ。うん、外でポッとしようポッと打てる。いろんなことができるわけなんだけど、左手をつかないから、しないの先が動かないで、だからみんなボーンってきたらドーンって疲れたりさ、だから外れてきたついてきたって言うの、ついてきた、こうパッとこっちこういうパッてポンってなってみる、パンパーって出たりしょ、だからちょっと基準は持ってるんだ、ここが違う、ここだけでこうやってやってるから、こっちだ、こうなっても真ん中じゃないと思ってるから、これ真ん中なんだよ、これパッて打ったり、パッて打ったり、パッて打ったり、いろんなことができる、これね、そうそう、だからあえて、今日来た時にさ、前さばきはさ、面来た時にさ、こういうことが打てない。このフォームに、パッと振ってみる。シナは振らないからね。パッと振ってみる。アメリカでやってる人たちがああいう形なんですよ。だから無理にさ、それをさ、どのものじゃなくてさ、そういう形なんだよ。で、商材審査はいいんだよ。なあ、そうですね。うん、こうやって、ポンってね、稽古になるからね。試合をやっぱりやらないからね。試合をやらないから、全部ああいう形になってる。試合をやると、そんなことしてられないからね。みんなをやられちゃうから。だからずっとこう出て、こう出て、こうやってやって、しょうがないはしょうがないさ、だから藤塚君なんか試合やると上手なんだ、もう全然負けない、社会人なんかいい。去年いつの卒業生で一番強いんだよ。遅れるでしょ、みんなこうやって。
市内の先ができてないんだ。市内の小手小手打つのを構えてね、こう構えてこうピッとパッと打ってだから市内の先がさこうパッとこうわパッとこれで外れるんだけどちょっとさパーンって打ったりさなんかできる市内の先がポッとこう市内の先がさ市内の先は動かないとさ相手が来ても相手に仕掛け、仕掛けるのはさ市内の先だけでポッとくれ小手にくれさパッとカッと返るんですよ簡単に返るんですよだからそれが前さばきって言うんですよだからその市内の先がさほとんどさ番地さんもこうやってさこれが動かないからさポッとくるとパーッとこうまた相手が面してもさ小手を打てないのもっと外してさ、市内をさ、ここは真ん中なんだから真ん中ならさ、市内をさ、外してもさ、バーッと打てばいいそこで外し方しない市内振るって意味が分かってるんだだからアメリカ帰ったら、これできればボンボン当たっちゃうよ、みんないや、足を拭いてからやればいいや。足を拭いてからやれば。もう長すぎるんだよ。あのね、市内がほとんど動いてないんですよ。
だからこれで相手の方、これが軸になってないから、これがあっちゃこっちゃに動いちゃうんですよ。多分だからバンちゃんは今こういう動き方すると、これはこう構えておいて、こうちょっと構えておいて、パッと出ると、これはまっすぐじゃないと思ってですよ。だから、まっすぐじゃな、この世代がこういけば、もうまっすぐじゃないと思ってですよ。思ってたんですよ。これはここにある以上は、まっすぐなんだよ。世代の先はここに。これは小手も何にも打たないわけです。そこで、こうやっても、こうやって打たない。これをこれで動かそうと打てばいいんですよ。関係ないですよ。手がここにあるときはさ、竹刀がよけてもさ、こうよけてもさ、パッと打てばさ、まっすぐなんです。だからこう持ってくって、左でこうよけても、これがまっすぐじゃないで、ただよけてると思うんですよ。ここから打つんですよ。これは手がまっすぐだから、面の上で曲げる。だから固定を打つときに、みんなこっちの手がみんな動いてから行くんですよ。そっちが動いてる、だからこれをこうやって引いとかないといけない。引いとけば、これが引いとけば、こうやって引いとけば、竹刀をパッと下げて、パッと倒せる。竹刀、ほら、竹刀、ここで竹刀の先だけを動くんですよ。で、ここから竹刀の先を動かして打つんです。それが動いてない。それが動くようになれば、もう向こう帰ったって上の人たちやってる、回転になれるんですよ。ここは軸だから、軸だから、これがだから右手の構えっていうのは、それ右手なんで構えてられないかと、この軸をここで構えてるから、竹刀がパッと打ってパッと打つ、こうやってパッとパッと、ちょっとパッと、でこういう技が前さばきだから、相手を倒してるんで反応しなきゃいけない。それは動かねえもんだから、反応できないで、みんなこうやってこうやって、そうそうそう、そう、それはこれから年取ってくると、もっと大変になってくる。だから、もう避けても、パッと避けても、ここから、この位置から、バーンと打ったり、ここからパッと打ったり、こう打ったら、パカッと押し打ったり、竹刀を動かしていく。打っていくときの竹刀を下にやるんですよ、構えてみて。こういう動作になってないの。これをこうやって、ポッとじゃパッと、ポッと、竹刀の先を掴む。ここだけできれば、ここだけできれば、どん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 左手が動いてくるから、ビーンと、ここでほら、左手が打ってくるから、ちょっと面にしてみて、バンバンと打ってくる。ここだけで、ベンベンと、始めるんですよ。そうそう、弾かないで、みんな右手がこういってくると、バーンとこういっちゃうから、もうだから、こう持ってると、パカッとこうやって先にこっちが動いてくるから、もうこうやってもう何もしなくても分かるんですよね。パカッとこうやる、そこだけな。だから竹刀の先をちょっと使えれば、こう持ってくるわ、バーン、しないここで軸だから、こういうのを使わないとダメ、だから小手なんか打つんでも、ほらこうやって持って足を先に引いてくる、こうやって手をこうやると分かっちゃう。体は生きながら、体が生きながら、鹿まで、勝負する、そういう感じがね、いやいや、やってるうちに分かることだから、必ず。だから練習するときに、こう必ずこうやって持ってくるときに、こう足を先に行って、パッて打つ、こう持ってくる、パッて、そう、もっと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 足を先に、面も、ちょっとほら、ちょっとこうやって受けるんで、ちょっと肌でちょっと感じるから、すごい体に速いでしょ、足だけで、これはバーンと
小手も面も。ふっと足がさ、飛んじゃう。そう。だからそれは飛ばないんで、手が先に行っちゃってから足がこういくもんだから、ここをもらっちゃうんです。何本も、うん。それだけなんです。それ足が先に飛んじゃうと、あの、つけは、もろ手はつけは、バカって後付けみたいなのがもらわないんですよ。ほとんど。だからそこだけ。ただやっぱりほら、ね、試合って、試合ってなかなかほらやってないから、うん、我々はほらもう試合って、そうやるともうその突きをもらうんで、やっぱりそういうのは打ち方はしないんですよ。だからやっぱりこう足が先にこう出ながらさってこうやって入っていくから、うん、そこでもうあの行ったら左手の使い方だけできれば、これを押さえておいて、左手がキュッキュッと機械を動かす動作がいろんなところで動かす、それだけで打てばいいじゃん。こうやって頭を押せばいいんだよ、左手をこうやってここは見たらダーンと押せばいいんだよ。そう、右手は全然関係ないの、押さえて、こうやって押さえておくだけでいい。だからちょっとこうやって、こうやって合わせておくだけでいい。ちょっと外せばいいんですよ、相手の方が、小手の方が走る瞬間的にパッと外してパッといけばいいんですよ。そう、それと下から入る小手と、今度はこうやって見て、これ入っていくのは、体が出ていきながらパッと外せばいいんですよ。それを外せば、左手で外せばいいんです。そこだけだ。その剣線の使い方がちょっとできてないだけだ。
Thank you.
Thank you.
はい、また会いましょう。